チャイナ・ミエビル、チャイナ・ミエビル、チャイナ・トム・ミバル、マイナスは、イギリスのファンタジー作家、チャイナ・ミエビルとの表記も、自身の作品を、特に、HP ・ラブクラフトのような20世紀初期のパルマガジンに掲載されるような、怪奇小説と説明することを好んでいる。また、ファンタジーを商業主義や陳腐な、JRR トールキンのエピゴーネンから排除することを、 目的とするニュー・ウィアードと呼ばれる緩やかな作家グループに属している。アメリカと国際社会主義ネットワーク、イギリスの一員として左翼的政治活動を行っている。そしてメンバーだったが2013年にの創設メンバーとなった。2001年イギリス総選挙では選挙区でから立候補。マルクス主義と国際法に関する博士論文を出版。 ウォーリック大学において創作の講座を持ち、2012から13年にはシカゴノで客員作家として大した。ミエビルはイギリスのリッチで生まれ、ロンドン北西部ウィールズデンで育った。両親はミエビルの誕生後しばらくして離婚しており、女兄弟一人と教師である母と共に暮らし、父について知ることは全くなかったという。2年間勉強した。 オーカムスクールを卒業し、1990年18歳の、時一年間エジプトに滞在し、英語の指導を行った。この場所で、アラブの文化や中東の政治に対する興味を培う。1994年ケンブリッジ大学で、社会人類学の修士課程を修了。1995年ロンドンスクールオブ・エコノミクスにおいて、国際関係論の博士号を取得。 2001年国際法学の博士課程を修了。またフランク・ノックス記念奨学金を受け、ハーバード大学でも学ぶ。博士論文のタイトルは、ビトイン・イコール・ライツ、エーマルキスト・セオリー・オブ・インターナショナル・ローであり、2005年、ブリル出版より、イギリスで、ヒストリカル・マテリアリズムのシリーズで刊行され、2006年より、アメリカでも刊行された。2009年には、 二つの都市が混在する国家でを舞台にした警察小説、都市と都市で、英国 SF 協会賞、アーサー・シー・クラーク賞、ヒュゴー賞、世界幻想文学大賞、ローカス賞の五つの賞を受賞、アーサー・シー・クラーク賞では初の三度目の受賞を果たした。ミエビルの作品は、現代の多くのファンタジーホラー作家と同じく、二十世紀。 初頭のパルプフィクションから現代のテレビ番組や映画から影響を受けている。彼は、エム・ジョン・ハリスン、マイケル・デ・ララベッティ、マイケル・ムアコック、トマス・エム・ディッシュ、チャールズ・ウィリアムズ、ティム・パワーズ、J.G. バラードを自身のヒーローとして挙げている。また、H.P. ラブクラフト、マービン・ピーク、ジーン・ウルフからの影響についても頻繁に言及する。ミエビルは自身の小説を ニュークロブゾーンは架空の都市であるが、イアン・シンクレアが描写するロンドンに対するように読ませたいと語る。青年時代に、ダンジョンズドラゴンズや同様のロールプレイングゲームを多くプレイした経験があり、その経験や同ジャンルへの知識を踏まえ、架空の魔術及び技術の体系化を行う傾向がある。また、ペルディード・ストリート・ステーションにおいて、金や経験値のみにしか、 興味のないキャラクターへの肯定を行っている。実際、ミエビルの2つの作品の世界観は、ダンジョンズドラゴンズのルールシステムにコンバートされた。ドラゴンマガジンし2007年2月号に掲載されている。2008年2月には、バスイコールラグシリーズの世界観を元にした、RPG が開発中であるとアダムンとエンターテインメントより発表された。 2010年2月には、パスファインダー RPG のサプリメント、設定資料集の著者に名を連ねている。同 RPG を出版しているパイゾー社は、ミエビルの著作を収めた短編集も出版している。ミエビルは、トールキンをバカバカしく、保守的と評しており、ファンタジーからトールキンの影響を排除することを積極的に、試みている。 言語都市は人類が言葉による意思疎通が不可能な種族の住む惑星で人類と異種族のコミュニティにおける奇妙で過酷な言語体験を描いた作品でローカス賞を受賞したほか、9号賞、ネビュラ賞、アーサー・シー・クラーク賞、英国 SF 協会賞候補になった。A、K、ルイ・コール・グウィンはこの若き作家が進化を発揮し SF を近年の目立たない場所から 表舞台に引っ張り出す姿を目にするのは喜びである、と絶賛した。2005年以後に発表した作品を集めた短編集、爆発の三つの欠片は、SF、ファンタジー、ホラーなどのジャンルにわたっており、ルイコール・グウィンは、まばゆいばかりのウィット、生き生きとしたユーモア、そして活力のあるイマジネーションは、驚くばかりであると称賛している。彼の著名な政治的著作、 ビトイーンイコールライツでは、ロシアのマルクス主義者、エフゲニー・バシュカーニスの法律論を国際法に適用して主張している。彼は、アメリカの国際法学者のように、運動、特にマルティ・コスケニエミで述べられたアイデアを統合している。ミエビールは、同等の主張の間の論争を結論付けるプロセスは、本質的に、一般化した、商品取引の資本主義システムのように説明できる。 もので、容動な権利を持った参加者が求められていることが、法律によって導き出される、と主張している。しかしまた彼は、商品取引が、階級差と削除を覆い隠す、対称性のように、法律の対称性も、暴力との関連を覆い隠すと主張する。法律は特定のケースに適用する場合には、構造的に不確定であり、公式の解釈は常に力関係に基づくもので、 個々の論争での正当間の比較における強者が最終的に法的な承認を得る。そして彼は戦争と法的な不平等を置き換える試みは単なるユートピアないというだけでなくまさしく自滅的と言える。国際法を中心に構成された世界は帝国主義者の暴力の一つとなるわけではない。我々の周りにある無秩序で血まみれの世界は 法律の定めたところのものだ。と述べる。ミエビルはのメンバーで2013年3月までだった。2001年総選挙では候補としてから選挙区で立候補し459票、得票率1.2%で落選した。2013年に彼は SWP メンバーへの SWP の指導力を批判し、SWP メンバーへのレープ疑惑の処理をめぐり3月に 脱退する。2013年8月にガーディアン紙に掲載録したサハ連合と呼ばれる新しい左翼政党の準備宣言の公開上の9人の署名人、子供警官詩人のベテラン映画作家で社会主義者の堅老地、学者の各軍縮キャンペーン初期長野や作家仲間たちの一人となった。その内容は労働党の緊縮政策と、 労働組合との結びつきの破壊による、これまで築かれてきた労働者階級への最終な裏切りに対する意義で、サハ連合が労働者にとっての選択肢で、社会主義者、環境保護活動家、フェミニスト、及びあらゆる差別へ対抗する等であり、2013年11月にロンドンで設立会議を開くことを宣言している。2015年、彼は新しい機関誌、 サルベージの創刊編集者として、編集長ロシエ、ワーレン、ジェイミー・アリンソン、補助編集者、マグパイ・コービーと、シャーロット・ベントセと共に公表された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。